こんばんは。10月25日の日曜日ですね。どんな週末日曜日を過ごしてらっしゃるんでしょうか。私平山茂はですね、今日は朝からドライブをしております。今日はですね、いっぱい食べましたよ。ご飯をいっぱい食べました。皆さんはどうですか。美味しいお昼ご飯を食べましたか。そしてこの後美味しい晩ご飯を食べるんでしょうか。食べてないという方はぜひ美味しいご飯を食べてください。明日は月曜日、また日常、通常のね、日常がやってまいりますが、まだ日曜日は終わってません。ぜひ僕からの言葉のプレゼントを受け取って、明日からも、今日もですが明日からもまた一層ですね、力いっぱい元気いっぱいに楽しんでいこうじゃありませんか。大丈夫ですからね、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫だ。今高速道路を走ってますよ。トンネルに入ります。大丈夫、大丈夫だよ。日曜日は終わるけど、また明日ハッピーな月曜日が来るじゃありませんか。一緒に頑張っていこうじゃないですか。一緒に乗り越えて楽しく楽しく行こうじゃありませんか。大丈夫です。あなたは大丈夫、大丈夫、絶対に大丈夫。大丈夫です。大丈夫だよ、大丈夫だって、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。本当に大丈夫。道合ってますか。この道で合ってますか。大丈夫だよ。よし、明日も元気に張り切っていきましょうよ。気合を入れて、今からもうこの動画を見た瞬間からもう気合を入れていくんだよ、明日に向かってね。よし、僕も安全運転で行きますから、皆さんも安全運転で行きましょうよ。大丈夫だから。それじゃあね、また明日、また明日ね、また明日、バイバーイ。